海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。景観の美しさから日本百景にも選ばれる相馬松川浦。この松川浦の魅力を新しい形で発信する旅館の若旦那たちがいます。松川浦の入江のほとりに佇む亀屋旅館、その若旦那久田博之さんが会長を務める松川浦ガイドの会では、松川浦を盛り上げる様々な取り組みを行っています。自然ですねを使った体験というのを地元の人たちが、遊びに来た人たちに教えるっていうような一応目的で体験を作ってるところですね今。それらの取り組みの一つが、若旦那のガイドの下で行う笹竹釣り竿体験。自ら作った釣り竿で魚を釣るというプチサバイバル体験です。根元をこう何回か当てながら切ってもらう。この枝の先端近くになったら、あとはちょっとニッパーを使って切っていきます。ハングイ結びっていう結び方でこの先端につけていきます。針ですねをつけていきます。サバイバル体験では餌のつけ方や釣りのポイントまで若旦那たちが丁寧に教えてくれます。さらに相馬の伝統漁ささびたし漁の見学もできます。これね、上げるのが一番難しくて、上げる瞬間にタモに引っかかったりすると逃げちゃうんで、ここ一番ちょっと緊張します。よいしょ。さて何が取れたのでしょうか。手応えありましたよ。いました。はい、タツノオトシゴです。笹びたし漁ではカニやエビ、稀にタツノオトシゴも取れるそうです。この体験を通してこの松川浦の自然とか感じてもらって、好きになってもらって、でこう何回も来てもらうような風に考えてます。釣れました。松川浦の魅力を伝える体験はまだまだあります。